はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、あーです。カエルの絵本の2回目ですね、よろしくお願いします。だいたいね、数がパート数が増えていくとね、何回とは言わなくなるからね、よろしくお願いします。曲がいいね、これすごい好き。左は上級者向け、右は初心者向け。これどういうこと？謎解きがあるの？ある。ハードモードが好きなんで上級者いっちゃおう。モンスター出ないから大丈夫だっつったよね、言ったよね。ちょっと待って、あなたレーシー山に行くの？こっちは上級者向けルートだから技能がなくっちゃ進めないわよ。キノコを取りに行くの？技能がないと進めないんじゃ勝てないってこと？技能って何？あなた初心者でしょ？ほとんど技能を持ってないじゃない。私いろんな技能を持ってるし、その辺のことに詳しいから途中まで一緒に行ってあげるわ。私の名前はアンフィ、よろしくね。この世界のさ、人はみんな優しいな。スーパー優しい。会場、罠会場、脳とガス、ジャンプ、なんだこれ、投範、クライミングの音か、モンスター語、橋、綱渡り、危険感知。ああ、面白そうだね。ちょっと、あ、橋が崩れちゃってる。この時はどうする？崩れた橋でもジャンプの技能を持っていれば先に進むことができるよ。崩れたところへ行って三角でウィンドウを開いてみて。で、技能の中のジャンプ。ああ、なるほどね、そういうことか。おい、初心者でも落ちれんの？落ちれない。残念。技能、あ、俺は投石しかできない、すごいね。ジャンプ、はあ、上出来上出来。さあ、先を急ぎましょう。これは何、アークザラットみたいにキャラは変えることはできないと。で、これは物をどかすかな。オッケー、技能でどかす。あ、でも6使うんだ。うわすごいな。ちょっと待って、これ、ちょっと待って、待って、アンフィさん、どうしたの？アンフィさん、アンフィさん。あれ？戦闘攻撃能力と基本攻撃とか違う、あるんだ。こういうことか。あ、これが依存してんのかな？体力、筋力。ある程度補正がかかるのかな？ステータスによって。ステータス開いてもね、アンフィさんいないんだよね。そう、アンフィさんのさ、この能力値、カンストしてるんですけど、やばいっすね、これ。で、技能っていうのは SP を使うんだろうな、きっと。じゃあ先を急ごう。お、ワープゾーンか。これはね、ここで技能を使えるっていう目印なの。この場合は、投範ね。はあ。ここで使えばいいのかな？あ、そっち気合だな、気合で登ってったな、これ。お、宝箱だ。嬉しいね。薬草5個。なんだ？この宝箱よく見て。隣の宝とちょっと色が違うでしょ？ああ、必ず鍵がかかっているの。鍵のかかっている宝箱や扉は会場の技能で開けることができる。ロックピックっていうアイテムでも開けることができるんだけどね。ほう。アンフィさん超優しいんだけど。お、100ゴールド、うめえ。何？ちょっと待って、この宝箱には罠があるわ。危険感知の技能を持っていれば罠があるか自動的に分かるのよ。あ、これ自動感知欲しいですね。危険感知か、匂いで分かるってやつだな。あ、で、罠解除か。これさ、意味がなく使えるのかな。別にさ、罠解除を持ってれば、まあ、宝箱の前で罠解除使っちゃえばいいんだもんね。意味がないとかはないのかな。で、今手に入れたロディタイト。で、鍛冶屋で、武器や防具と交換してもらえる。あー、引き換え券か。なるほどね。そう、だから例えば、この画面でもう罠解除っていうのをやると、
特に意味がなかったっていうことになるのか、それともそのポイントを、あれ？あ、丸か。ポイントを使っちゃうのかっていうのが気になる。見て、この魔法陣があるでしょ？ワープができる。壊れていて使えないみたい。壊れた魔法陣はリペアワープの魔法で直すことができる。だけど気をつけて。リペアワープは魔法だから、魔法のメリューの中にある。あ、なるほどね。乙女の祈りとリペアワープ。俺は炎の矢。ダークファイガーかな。おい。あ、マジです。ごめん。お、ワープゲートが動き出した。すげえな。大魔導士なんじゃないか。アンフィーさん。おい、おい、話が違うぞ。モンスターいないっつったじゃねえかよ。おい、マスター。モンスターが道を塞いでいるね。こういう時は、あ、モンスター語の技能を使う。うまく説得することができれば、モンスターがいなくなって通れるようになる。時々、モンスターが怒って戦闘になる場合があるけどね。アンフィさん、お願いします。技能のモンスター語。あ、特に会話はないんだ。あ、OK。よし。で、ここでは綱渡りか。なるほどね。これじゃあ技能をある程度持っていないとできない仕事があったりするんだよね。こういうところにミニゲームはないか。だから技能を持ってないのに仕事をしたりすると話が進まなくなるとかあるのかな。ここから先は技能がなくても大丈夫。この道をまっすぐ進めばキノコのある場所へ出るわ。じゃあ私は他に行くところがあるから、さようなら。手厳しいな。ん？あ、おいちょっとやばい系ガーゴイル。構えんじゃないし。うん。あ、若干 FF 風なのかな。これ死んじゃうんだけど俺。絶対。これ空飛んでないからいいのかな。魔法の方がいい。よし、炎の矢強い。あー、直接攻撃強いですね。あ、はいはい。お、ミスった。あー、神のご加護に感謝します。あ、勝てなかった。え、何これ、ゲームオーバー、全滅。え、待て。おお、ここから先は俺たちが相手だ。俺は魔法を受けてみろ、キリッ。逃げやがった。あぶねえ、俺上級者ステージ選んだからさ、死ぬかと思ったよ。せっかく俺の究極の技アルタースラッシュを見せてやろうと思ったのに、こいつ弱いな。アルタースラッシュ、俺の繰り出す技は何でもアルタースラッシュだ。やばいよ、こいつ好きだ。やばいな、こいつ天才だな。俺らしい派手で生かした名前だろ。バカだ。本当のバカだ。なんか言ったか。なんでもない。早くアルを助けよう。これなんでみんなさ、これ仲いいの？超よくしてくれるんだけど。このアルちゃんの持ってるカリスマ性か？これが女の子ね、主人公だったら、ボッコボッコ、ボッコボコ、骨折してんじゃんだってもう。これ負けイベントだったのかな？そうそうそう、このゲーム強くてニューゲームとかできるのかな？もしできるとしたら、ねえ、ん？聞こえておるガールよ。わしじゃ。ラドゥーじゃ。いきなり声変えんじゃねえって。パート1と違うじゃねえか。お前は冒険者としては
まだまだ未熟じゃ。今回のことでこれが身に染みて分かったろ。しかし嘆くことはない。お前の冒険はまだ始まったばかりじゃ。4月の終わりに東の神殿の扉が開く。お前が呪いを解くためにはその神殿に行かねばならぬ。それまで訓練や仕事をし、人々の依頼を受けて自らを鍛えるがいい。分かったな。お師さんみたいだな。聖帝十字路を作らないとダメかな。残念だったけど、でも気を落とさないで次からまた頑張るけど。これはだってマスターミスったでしょう。敵いないって言った。ある災難だったな。実は最近穴山には妙に強い魔物が出るようになったんだ。だからマスターからお前をそこに行かせたって聞いて心配になってさ、急いで向かったんだ。ああなるほどね。命が助かってよかったな。この俺様に感謝しろよ。とにかくこれから冒険に行くときは俺たちに声をかけろ。ああこの町も危なくなっているってことか。魔物なんか蹴散らしてるからさ。優しいからな、こいつら死にそうだな。じゃあな、またな。あれすまなかったな。本当だよ。本当だよ。レーシー山にモンスターが出るなんて知らなかったんだ。マジか。見舞い金も兼ねて報酬はきちんと払わせてもらうぜ。本当にすまなかった。だが私は謝らない。2枚金が足りないんですかね。あ、いきなり起きる。カエルさん、訓練所のビルトは厳しいけど、でもビルトから特別な依頼を受けること、ん、能力値が上がる。ああ、あの偉そうにしてるやつか。46分、まだまだ大丈夫かな。やあ新入君、うるせえな。その、なんていうのかな。レベル2は、今日も早いな。裏の山で剣の稽古をするんだが、お前も来ないか。あ、いいですね。行こう。よし。こう、一緒にやると友情タッグとかで、できるのかな。Rはじっと見守った。お前も剣の稽古をしろ。その後、2人で練習試合したが2対1で新たが勝った。あ、これで勝ったりすると能力値プラスとかかな。俺様の腕前はこんなところかな。いっぱいしたのが納得いかないが、あるまた相手してやるぜ。はいはいはい。あ、でも1上がった。1しか上がんないんだ。あ、ごめん、今日付が変わったか分かんなかったね。盗賊ギルドのアッシュにはあったけど、誰かに似ているような気がするけど。アッシュクリムゾン、会いに行かないと。別に町に出て行ったからといって危険なことになるとは限らないのかな。冒険者はそうじゃなくっちゃな。外は冒険日より、俺も腕が鳴ってしょうがないんだ。どっか行くなら声かけろよ。これはあれかな、依頼を受けると誰かを連れて行きますかっていうことになるのかな。ここは盗賊ギルドだぜ。当然マノンを知ってるよな。いいえ、おめえ新入りだな。これ盗賊ギルドが堂々と盗賊ギルドだとか言っていいのかな。伝説の大盗賊。あ、今引退して一人娘のルーちゃんが盗賊家業を継いだ。あー、じゃあちょっとルーさんのことを、半年くらいスラムの酒場を飛び出して盗賊ギルドにいるのさ。でも今冒険に出かけてるからルーちゃんには会えねえぜ。まあ何日か経ちは戻ってくるんじゃねえか。ほう。まあ仲間にできる、仲間にできるっていうか協力者としては使えるのかな。ああ、冒険に重宝する技能を多く覚えている。ああ、トゥームレイダーかな。戦闘では攻撃防御はそこそこだが、その分素早さは最高。確かにあのガーゴイルと戦った時に素早さ依存なゲームもの感じもしたんだよね。お前見かけない顔だな。盗賊っていうよりも文句顔だよね。あ、彼がアッシュか。主人公キモじゃないんですね。
東の神殿には宝箱がゴロゴロあるって話だぜ。だけど魔物が住み着いて滅多なことじゃ誰も近づかないけどな。あーそうかそうか、これ会場でいいのかな感じ。あ、で別に盗賊ギルドだからといって何も受けることはできないのか。まあ、もし受けられたとしてもまた先々行ってからかなのかな。確かアイテムのロディタイト持ってたよね。いらっしゃい。ロディタイトと武具を交換するかい。あーやっぱり物が必要なんだ。でこれ何、これ俺しかいないから俺の物しか交換できないのかな。マンゴー種、マインゴー種、レイピア、バトルアックス、トライデント、ハンマー、杖、バグナウ、ロングボウ。あーじゃあまあ後でたくさん取ってきてくれたらいい品物と交換するぜ。いらっしゃい。あれ暗黒騎士系かと思ったら結構なドワーフ系ですね。お前初めて見る顔だな。あ、鍛冶屋さんなんだ。本格的な鍛冶屋。武具が必要な時は俺のところに来い。で遊びに来た。この俺を相手にするっていうのか。いいだろう。ただし10ゴールド出してもらうと。え、どういうこと。俺を相手にする。え、どういうこと。あのまあいいや。どうかなこれ。銅のナイフ、これあの先にアイテム交換した方がいいのか、それとも、あ、ブーメランがある。ブーメランと空手を組み合わせた全く新しい格闘技をもう早くやった方がいいのか、やっぱりそれとも溜め込んだ方がいいのか。大体この手のゲームだと溜め込んだ方がいいと思うんだけどな。え、魔法は直接攻撃と違って必ず当たる。あー、うん、魔法が使える分防御が弱い。盾も装備できない。不器用すぎる。で魔法は光栄にしても威力が変わらないと、まあ、よくある話だな。マーロは最近やってきた。へえ。マーロのお母さんは大魔導士スタッド先生のお姉さん。エリートか、サイヤ人の王子かな。すごい色が、いや、火の色がたくさん。何色がいい。黒はないんですね。暗黒はやっぱ紫かな。オロチの血かな。それともアッシュクリムゾンの緑色がいいかな。草薙の炎がいいか。この辺になってくるとね、無限とかそういう方面になってくるけど、これは何か、これサイコパワーかな。何か言うかい。俺は忙しいんだから用もないのに話しかけないでくれ。なんかさっきのあの宿とはちょっと対応が違うんだけど、あれかな、あのメリハリつけてんのかな。俺そういうの苦手なんだよね、メリハリつけるとかって。とりあえずさ、武器買っちゃおっかっていうか交換しちゃおうか。あ、ちょっと待って。あ、でもお金はさ基本的に訓練で使いたいから、つくことを目的とした攻撃を受け止めることができる。これ本当にできるのかな。大変使い勝手のやりとかさ、あれ書いてあるけど、例えば本当に攻撃を受け止められるとか、その斬撃と一つとか、まあバトラックスとかハンマーとか、その超物理とかあるんですかね。で普通にね、あの交換しちゃったけど、俺あれね、レイピアが好きなんですよね。まあソウルキャリバーの話だけどね。そうしたら54分か。結局ボコボコにされて終わりだったからな。ホタル袋って花は忠実、正義って意味があるけど、 R の周りにも正義を大切にする仲間たちがたくさんいるけど。なるほどね、正義を守る。でお金が
645か、まあ、訓練できんじゃないの。これ何がいいんですかね、状態を見て。万が一この足りてない部分を上げないとレベルが上がらないとすると、上げないとダメだよね。体力、筋力、器用、魔力、知能、全体的に上がるのがいいな。そしたら直感はもういらないからね、この辺上げないと。もう仕事、もう仕事をしないといけないのか。でそうしたら丸っていうのは必ず上がるのかな。で魔力も上げないといけないから、魔力なんか上がらないんですけど。×は知能が下がるとダメなの。これ×はまずいよね。バカになるんでしょ。ってことはやっぱり知力、筋力が下がる。うまくできてんなこれ。だから知能が、これで知能を上げて、ここでこうで、これでいいんだ。こういうイベントもあるんだ。なんかあのプリンセスメーカーみたい。私は神殿の司祭でティアヌと言います。それだけで、わざわざさ、ちゃんとみんな着替えるのね。 R 君も律儀だな。で、よし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 、上がってるね。で体調がちょっとやばくなってきてるから一旦落ち着こうか。ん、ちょっといいか。スケジュールをやると必ずこう依頼が入ってくるのかな。用ある、間違いないたかい。この前はそうなかったな。これね、許さないからね。強いモンスターがいると知ってりゃ行かせたりしなかったんだが、その代わりってわけでもないんだが、今日は別の仕事を頼みに来た。この豪華な指輪を政務室にいるユーリアーに届けてほしいんだ。政務室は行政地区にあるんだが、お前まだ入れない。え、高い名声値が必要なんだ。今回は特別にね、1日あれば終わるだろう。お前やってくれないか。政務室にユリア、行きます行きます。それじゃあ頼んだぜ。それすごく貴重なもんだから絶対なくさないでくれよ。なくしちゃう気がする。で動けるってことはセーブができると。じゃあ今回はこれで終わりにしましょう。次回は政務室にいるユリアに指輪を届けるっていうイベントをこなせていければいいかな。じゃあよろしくお願いいたします。